8月22日から24日まで、香川県で開催される、令和5年度全国中学校体育大会第53回全国中学校バスケットボール大会、香川全中2023の組み合わせが発表された。表、香川全中2023男子予選リーグ組み合わせをチェック会場となるのは昨年のインターハイの舞台になった香川県、高松市総合体育館、高松市香川総合体育館、 全通寺市民体育館、三豊市総合体育館で、各ブロックから選出された男女各24校による戦いはどのチームが日本一の座を勝ち取るのか。前回大会は、男子では四日市メリノール学院、三重県が初優勝、女子では四日市メリノール学院が連覇を果たし、アベック優勝となった。 その四日市メリノール学院は男女共に東海ブロック代表として今回も出場。アベックでの連覇となるのか、それとも阻止する学校は現れるのか。中学生プレイヤーたちの熱き戦いに注目である。月間バスケットボールウェブでは今年も、全中、の熱き戦いを皆様にお届け。未来ある中学生選手たちのプレーに注目である。